さあこんにちは、スイコカワタロウのコブテです。どうですかモナちゃんと例のモヘア、これをね引き揃えて編んでいます。輪編みで下から編んでいくセーターを編もうと思って今こう編み始めてるんですけどね。モナちゃんいいですね。モナだけで編んだ時とまた違ってね、ぐっとこう大人っぽいような雰囲気が出てすっごいいい感じです。で手触りもね、ふわっとこの毛足が長くってね、あったかいんですよ。ちょっとこれ大成功かもしれないって思ってます。で今日は編みながら雑談していこうと思います。今日はもう雑談メインの動画になります。久しぶりにね雑談メインでさせていただくのでね、ちょっと話したいことがいっぱい溜まっててワクワクしております。まず何喋ろうかな。そうですね、まずね、おかげさまで無事に学祭終わりました。育友会のねお仕事ね無事に終わっても本当にホッとしてます。土曜日日曜日とね21日22日と2日間にわたってね学祭の方あったんですけれど、金曜日の日ですよ、20日の日ですよ。20日の日朝からもバタバタしました実はね19日の木曜日の夜ですよね、夜9時過ぎに娘ね、あの家の方に帰ってきまして、まあ、学校から帰ってきてね、学祭で模擬店でねラーメンを出すらしいんですけれど、ラーメンのね湯切りざるってあるじゃないですか、こうざるの上のところにねこう上向きに絵がついてて、こう持ってシャッシャッとこう湯切りするあのザル、あれがねないことに気がついたって言うんですよ。でうちにあるって聞くんですね。そんなものね急に言われても一般家庭にあるものじゃないよって言ってで、まあ、家にそういったザルあるかなと思って、まあ、湯切りザルじゃなかったとしても似たような形のものがあるかなと思って探してみたんですけど、やっぱりないんですよね。あの絵のついてないザルはいくつかあるんですけれど、その絵がついていてこうあのお湯を切る時のザルというようなものってちょっと見当たらなくって、あ困ったぞと。で友達に相談したら100均にもあるんじゃない、ダイソーにも売ってるんじゃないっていうことで、売ってるっていう画像を送ってくれたんですよ。でそれとかあの通販で買うことができるよっていうことで、その通販のサイトをねあのわざわざあの私の LINE の方に送ってくれたんですよね。でそしたらその通販で送ってくれる日にちが最短でも21日で、まあ21日22日中ぐらいで送れますっていうような書き方がされてるんですよね。もうそれじゃちょっと間に合わないということで、ということはやっぱりダイソーさんに買いに行くしかないかなと思ったんですけど、もうその日時間見たら夜9時過ぎてるんですね。でもうダイソーさんそんな時間に空いてないですよね。もうちょっと早い時間だったらなんとかなったかもしれないんですけれど、クラス全体でちょっと今ね湯切りざるがないっていうことでパニックになってるって言ってね、各家庭でないかどうかまず聞いてみてほしいっていうことだったんですけど、どこのお家もないないっていうような形で、一軒だけなんか一つだけあったっていうことなんですね。一つでは今200食前売りチケットが売れているということなんで、到底足りないだろうって、最低でも4つは欲しいっていうことでね、まあ言うたらそのザルの数に1回にね提供できる麺の数っていうのがかかってきてるわけですから、ザルの数が少ないとたくさん提供できないんですよね。行列ができた場合に履けないわけなんです。うわどうしようってなって1個しかないっていうことで、で私また友達のところにまた何軒かねないですかってこう聞いてみたんですね。そしたら1人こんなものだったらあるよって、とりあえず絵はついてるんですね。ただ絵の向きがこう垂直方向じゃなくて水平方向についてるザルなんですけれど、いやもうそれでも構わないっていうことで、翌日ね朝から借りに行ってきたんですよね。麺を茹でるお鍋、それからお出汁を作るお鍋足りないっていうことで
それもね、あの大きなお鍋ないかなって言うから、いやあるよ、うちって、あのうち昔大家族だったんですよね。大人数用のおでんを作るときにアルバイトのでっかいお鍋をね買ってやったんですよね。で毎年それでお父さん、あのタケノコのアクを抜くのに、そこにぬかとタケノコとを入れてね炊いてたんですよね。そのお鍋があるんです。でこれ2つあるからっていうことでね、これを使いなさいって出したはいいんですけれど、かなりでっかいお鍋なんですね。翌20日そのお鍋持って学校へ行くっていうものですから、あのただでさえ荷物が多いのに、そこへでっかいお鍋下げていくってね、とてもじゃないけど無理だろうなと思ったので、朝少し早く家を出て学校まで送っていったんですよね。学校から帰ってきて、その足でダイソーさんに向かったんですね。でお友達のところに今家に戻ってきたけれど、お家にいてはるかなと思って、取りに行っていいですかってメールを送ったんですけどね、返事が戻ってこなくて、あ出かけてらっしゃるなということで、まあ、ダイソーさんが9時から開くということだったのでね、あのすぐにダイソーさんの方に向かったんですよね。で探したんですけれど、やっぱりね、垂直方向、うん、この方向に絵のついている、湯切りザルですよね。いわゆるラーメンの湯切り専用のザルっていうのが置いてなくって、やっぱだいぶね特殊なものなんでしょうね。一般家庭でそうそう使う人っていうのはないんだと思うんですね。水平方向にこう絵がついている、野菜とかを茹でてお鍋から揚げるためのザルっていうのは売ってたんですね。でわあどうしようかな、これ200円だなって、とりあえずコーナーとか大器とかそういうホームセンターを探してみようと思ったんです。ホームセンターだったら売ってるかもしれないってね。ホームセンターも9時からオープンだったので行ってみたんですよね。ところがやっぱりあのざっと探してみたところないんですね。よくよく細かいところを探してみたら1個だけあったんですよ。ところがそれが698円するんですね。うわ高いと。でもそれはこう垂直方向に絵のついた麺の湯切りのためのザルだったんですね。でどうする、これ買うって、でも1個しかない、まあ、買ったとしてももう我が家でずっと使うことになる、使うと思って散々悩んだんですけどね、一旦これ考えようと思ってね一回帰ったんですね。で次また違うホームセンターに行ってみたんですけど、やっぱりなかったんです。あどうしようかな、やっぱあの1個しかなかった、あれを買うべきかな、散々悩んだんですけど、とりあえず、ね、それでお店開くわけではないと、高校生が2日間だけね、あの模擬店で使うだけ、ね、あとはそれは我が家に帰ってくるんだと思ったら、そんな本格的なものは必要ないと決心したんですね。で、まあ、あのダイソーさんに戻りまして、200円の野菜を茹でるためのザルですね、それを2つ買ってきました。でお友達が貸してくれたの1つとで、合計3つありますよね。で他の方が持ってこられるのが1つ、これで4つ揃ったわけなんですね。まあ、それを翌日ね持って行かしたわけなんですけどね、学校へ送っていくために7時ぐらいに家を出て、で結局あちこち回って帰宅したのがもうお昼過ぎだったんですよね。あ疲れたと、もうあっちこっち走り回ってもう散々だったなっていう感じで帰ってきました。でその翌日文化祭ですよね。1日目はね搬出準備とか、もうあの物品の最終確認ですよね。まあ、それと販売するものが搬入されてきて、まあ、チェックするっていうようなそういう日だったので、あのそれほど早く出かけなくても済んだわけなんですね。もうその日、ね、カレーを炊いてもう晩ご飯の準備万端にして出かけたわけなんです。翌日ね、この日はもう、他の学年よりも先に学校に入って、全体の準備を整えておかないといけないということで、娘を車に乗せて学校まで送ったんです。娘が
8時前後に入らないといけないということだったので、まあ、車に乗せて学校まで行きまして、でその後駐車場へ入れようと思ったんですけれど、まだ駐車場の案内看板も上がってないような時間だったんですね。なので間違えて遠い方の駐車場に止めてしまったんですよ。でそこから学校まで歩かないといけないって結構な距離があったので、ね、ああしんどいなって感じだったんですけどね。で学校へ入ったらもうすぐに机の運び出し椅子の運び出しから始まり、会場のレイアウトをして、でそうこうしてる間にテントが立ててもらえて、まあ、1時間ぐらいしたら他の学年の方々がねみんな準備に来られましてね、会場の方来られまして、で私たちはそれと入れ替わりになるように子どもたちの合唱コンクールの舞台発表を見に行くことができたんですね。で、まあ、舞台発表から戻ってみたらもう会場がほぼほぼ設営できてまして、でみんなでじゃあ今日は頑張ろうみたいな形になって、でそこからスタートしたんですけれど、忙しかったですね。思った以上によく売れましたまお持ち帰りもできるような個包装になったワッフルをご用意してたんですね。それをまあ会場にちょっとした休憩スペースがあったので、そこでね座って食べることができますよみたいにしてあったんです。そうするとそのワッフルと一緒にね飲み物が欲しいということでジュース飲まれる方もあったんですけれど、ホットコーヒーの売れがすごく良かったんですよね。たくさん売れました。で皆さんが一番ね今気にしていらっしゃるのはあれのことじゃないかなと思うんですよ。エプロン、はい、エプロンのことね、ちょっとね軽く愚痴ってしまったので、そのことね気にしてくださってんじゃないかなと思ってるんですけどね、ちょっと書きましたけれどもコミュニティ欄の方にね書いたんですけどね、それがですよめっちゃ良かったんです、その買ってきてもらったエプロンっていうのが。なんとなんとですね、私が作ったエプロンと同系色だったんですよね。ちょっと濃いかなっていうぐらいなんですけど、まあ、ほとんど似たような感じの色合いだったんです。しかも私その日に履いていた靴下がまあそれと同じような色の靴下、手編みのね靴下履いていってたんで、もうドッピシャぴったりあったんですよね。プリントの柄なんですけれども、裾のところにねレースの柄が入っていて、まあ、すごく綺麗だったんですね。でまあ言ったら私の好みですよね。すごい私好みの柄だったのでもうまあまあまあそれ見た瞬間も文句ないです。はい、いやこれはもし自分が買うとしても買うだろうなっていうような、うん、いいエプロンだったんですよね。まあ、5年生のみんなつけるというので4人でお揃いのエプロンをつけたわけなんですね。そしたら、まあ、みんな揃いで着てるもんですからね、みんな声かけてくださるんですよ。いやいいねって、みんなお揃いで着てるんだねって。でやっぱりそうやって声かけてもらったら嬉しいですよね。他の学年と区別つけられますし、言ったら5年生がリーダー的な立場で全体をまとめていかないといけない学年だったのでね、下の学年のお母さん方がね顔を覚えてなくてもそのエプロンを見れば、あ5年の人だなっていうことでこう聞きに来てくださったりするわけなんですよね。すごく良かったんじゃないかなと思います。せっかくね自分で作ったエプロンあったんですけど、それはねもう使えなかったんですけれど、もう日の目を見ることはなかったんですけどね、結構ショックだったのでまたねいらんやつを着せられるのかって、もうちょっとね過剰に反応してたんですよね私もね。もういつもこう自分の気に入らないものを押し付けられるっていうのが、まあ、家庭内であって、せっかく気に入ったものを作ったのにまた他からもそうやってね押し付けられるのかってすごく嫌な気持ちがあったんですけれど、蓋を開けてみれば買ってきてくださってエプロンを見たら、まあ、全然好きな柄だったのでね、にありがとうございますって思いました。しかもですよ、お代いいって言わはるんですよ。かまへんって、私が勝手に買ってきたからお代いいよって言わはるんです ね。エプロンってほらいくら安いって言っても絶対1000円以上はするじゃないですか。それをね4人で揃えるからって4枚も買ってくださってるのに、いや
なんか申し訳ないなってありがたいなって思いました。何事もなくうまく白菜がね終わることができてもうすごいホッとしてます。ホッとしすぎてねちょっとね鼻が詰まっちゃってるような状態なんですけどね。では今ね娘から迎えに来いという電話がかかってきましたので今日はこの辺で終わらせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタンチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。